はーい、どうも、ナナトだよ。今日はね、スーパーマリオオデッセイやっていきたいと思います。もうやっと発売されたよ。本当にね、スプラトゥーン2の次にめちゃくちゃ楽しみにしてたゲームなんでね、本当にナナトね、ほとんどスプラトゥーン2の実況動画しか上げてないんだけど、てか、マリオオデッセイが初めてこうなんかシリーズ化、あ、でもピクミンもやってたかも。ピクミンもやってたけど、もうちゃんとやるのはマリオオデッセイが初かなってことで、早速マリオオデッセイやっていきたいと思います。よし、楽しみ。よし、始める。はい。やべ、めっちゃ楽しみ。やばい。ピーチ城上空。いや、今回もいつも通りあれなんかな。お、クッパ。お？お、すげえ。ちょっと開幕からすごすぎでしょ、これ。すごいな、最初からすごいムービーだな。マリオ、あ、ピーチ姫いる。やっぱ今回もあれか、クッパにピーチがさらわれてそれを取り戻すみたいな感じなのかな。あ、おー、めっちゃぶっ飛んでたマリオああ、マリオの帽子が。ああ、やっぱりそうなのか。クッパにピーチ姫がさらわれるっていう物語か。わあ。あれ、マリオの帽子が。え、今作はあれな、マリオの帽子がなんかあれじゃなかったっけ。マリオの帽子に、あ、これこいつか。こいつがなんかマリオの帽子に取り付くんだったっけ。いや、めっちゃ楽しみ。え、待って、操作どういう感じなんだろう。スーパーマリオなんかワールド的な感じなのかな。 3D ワールド的な感じなのかな。で、今回なんかね、ジョイコン操作がおすすめって書いてたんで、今回はジョイコン操作でやっていきたいと思います。なんかね、ジョイコン操作がおすすめって言ってたから。よし、さあマリオ起きろ。見回す、これで。あ、なるほどね、感度遅いな。ジャンプ、おお、いきなり、お、やべえ、めっちゃ楽しそう。ええ、ちょっと待って、おお、え、はっ、おお、三段ジャンプできる。やべ、楽しい。もうこれだけで楽しいんだけど。いけ、マリオ。いや、三段ジャンプ楽しすぎでしょ。これじゃあスピンジャンプもできる。お、スピンジャンプもできる。やべ、これめっちゃ楽しいぞ。やばいやばいやばい、カエルいる。こいつ倒せんじゃね。えい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 、おおおおおおおい、コインちょうだい。あやまやまお、すげえ。超、しかも画質綺麗すぎでしょこれ。待って、ちょっとそっち行きまーす。うじゃ、待って、こいつも何なんだお前は。それをこっちのセリフだ。あいつは仲間なの、俺もよくわからん。さあ、あ、帽子持ってる、お化けちゃん。わあ、こいつがあれか、怪物。クッパのこと怪物。妹がされた、あ、何、このお化けちゃんもさらわれたんだ。ああ、妹ちゃんかわいい。ほう、あ、あ、これ何、クッパに荒らされたとか。やべえ、ああああ、なんかマリオ帽子かぶってないとなんかめっちゃ違和感あるな。ただ古い船なら隣の国にまだ残ってるはず。あの塔の上から、へえ。あ、目的、確かに。あ、そういうことでこのお化けと一緒に行くのか。お、確かに似合わないねこれ。お、来た、もうこれ、これだよマリオデッセイ、これがね。おお、やべえ、めっちゃ楽しみ、超楽しみなんだけど。
キャッピー、あ、名前キャッピーって言うんだ。チャッピーみたいだな。 Y で投げる。うお、あ、これで何、あれでしょ、あ、こういうやつだとか乗っ取れるんでしょ。あれ乗っ取れない。あ、振っても投げれる、振っても投げれる。あ、これ便利だ、振っても投げれるのは便利。おらららら、えい、おお、コインたくさん、イエーイ、え、めっちゃ楽しいやん。え、これなんかあんのかな、いろいろ。ほらほらほら、えい、あ、ここの下になんかあれでしょ、隠しアイテム的なのがあるんでしょ、どうせ。え、ほらほらほら、もう見つけちゃうんですよ。でもな、あとね、こういうゲーム結構得意なんでね、もう分かっちゃうんですよ、こんなの分かっちゃうんですよ、こういう隠しもね、すぐ見抜けちゃう。こう見えてもマリオサンシャインとかめちゃくちゃやったんで。あれ、これ待って、登れないんですけど。あ、登れた、オッケー、オッケー、もう進むか。多分コインはそんなに重要じゃないと思うから、さあどんどん進んでいっちゃい、あ、そこに絶対なんかある。これは、あ、これジョイコン振ってやった方がめちゃくちゃいいっすよ。これはまあいいや、そういう操作方法はやりながら覚えていこう。あ、いるいるいる、なんかいるぞ。これはなんか何ですかね、これ。おお、なに、咲いたぞ。塔の上から怪物たちが出ていかない。あ、塔の上にずっとクッパがいるってこと。へーへー、任せろ。7、なんかいろっとぞ、なんだろう今の。ハート、体力回復的な感じかな。やべえ、めっちゃ楽しいんだけど、やばい、これ楽しすぎ。ちょっと待って、えい、これは何だい、やばいなこれ。え、これはやばい。え、これみんなさ、なんかね、ナナトのツイッターでなんかマリオデッセイやるって言ったら、ナナトさんの実況見て買うかどうか決めますっていう人いるけど、これ買った方がいいよ絶対。まだちょっとしかやってないけど、あ、待って、くれ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 、クリボーに投げたら、あれ、クリボーになれんじゃないの。ちょっと待ってくれよ、嘘でしょ、クリボーになれ。はい、ハートゲット、なんかよくわかんないけど、さあここ、はい、さあじゃんじゃんいっちゃうよ。なあと、スプラトゥーン2以外のゲームもうまいからね。スプラトゥーン2のね、あのあれだから、あの、あー、そういうことね、スプラトゥーン2しかやんないからね、スプラトゥーン2以外のゲームも下手なんじゃないかってたまにコメントあるけど、実はね、スプラトゥーン2以外のゲームセンスはいい方だから、多分。なんせ小学、お、か、これ何、もしかして、おお、マジか、いすげえ、え、これ何、カエルになれるってことでしょ。おお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 お、すげえ、え、これ、え、やば、これ絶対楽しいやつやん。で、これであれでしょ、カエルになって、うわあね、なんかちょっと可愛いんだけど。あ、カエルキャプチャした、何、キャプチャーする、ジャンプ、うわすげえ、待って、あ、ジョイコン振るとハイジャンプで、あれ、あれか、あ、これでダッシュ、あ、なるほどなるほど、お、すごい、これ、待って待って、ピョーンと、あれ、え、ハイジャンプ、普通のジャンプでもあれだね。これ、海の上はどうなの、海の上でもいける、お、すごい、これはすごいぞ、すごいぞ、これは、これはどうにかして倒せんの、これ、あー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 あああ、はい、カエルの勝ちで、 Y でタッシュ、 Y でジャンプなんで、あ、 Y でダッシュなん で、これでビヨーンって、これね、振ったらハイジャンプなんで、これなんか出てくんじゃない、俺にはわかるよ、出てこなかった。あ、これクリボー結構注意しないと、いや、これなんか出てきそうだから、アイテムはゲットしておきたいけど、ああ、任せな俺に。あ、いいね、なんかハートを取った時にコイン出るのいいね、ハート満タンでもなんかゲットできる。さ、そういうの好きよ、ほんと。これさ、あ、何、あ、ああ、何、これ解除する方法も俺身につけたぞ。で、これとりあえず開けよう。まあいいや、とりあえず、え、消えちゃった、待って、いいんすか、消えて、何これ、おお、ハート増えた、あ、そういうのもある。
親切ですね。オッケー、もうカエルはもういいのかな。じゃあ良さそうっすね。じゃあ結構やば、超楽しい、めちゃんこ楽しいやんけこのゲーム。いやでも最近でスプラトゥーン2以外のゲームをやりたいなって思ってた矢先にこういうゲーム出してくる。もう任天堂さん本当分かってるわ。はい、お、真っ黒だったマリオ。え、これシットヒップドロップとかできる。さあヒップドロップもやっていく。さあ行くぞ。おお、来い。おい、え、これマリオダッシュできるの。ダッシュないな、普通のダッシュはないと。さあクッパ対決だ、おらって思ったらクッパじゃねえ、誰だこいつ。めっちゃ変なやつらいっぱいんだけど。俺たちは、おお、あ、あ、なに、クッパの仲間、ブルーダルズ。犬かこいつら。じゃあお宝手に入れたんだからこの国にはもう用ないんだが、お宝ってなんだ。あ、なに、これいきなり対決パーティーですか。負けないっすよ。でもこういう敵初見殺しあるからな、怖いんだよ。で大体こういう振って攻撃、あ、待って、おー簡単ですね、簡単ですね。ジャンプですか。はい、お湯弱すぎですよ、ちょっとそんなんじゃ7とはやられない。ちょっと怖い、あ、なに、これを、はい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 、あ、食らっちゃった。さあそしてハートで、え、まさかもう終わりじゃないよね。いや、まさか本当に簡単すぎ。ナナトにとっちゃこれは簡単すぎですね。さあこっち行けばいいのか。電線どうやって行くのこれ。投げるんですかこれ。ああ、ああ、おお、移動。何このマリオ、めっちゃ面白いんだけどこのゲーム。やばいよ、もう絶対買った方がいい、みんな。あ、これはウォーミングアップ的なね。なるほどね。道理でボスが弱いと思ったわけよ。いや、で、超楽しい。マリオデッセイ、これ神ゲーですわ。楽しすぎるよ。お、滝の国、ダイナフォー。ダイナフォー？うわー、すげえ、超高速。顔やばいでしょ。おお、初めてのパワームーンやって。お、ワンワンいる。え、マジ、え、もうなんかやばいな。もうさっきとステージは全く世界観違ってやばいな。超楽しそう。電線に来た。よし行くぞ。いや、よし行くぞ。すごっ、やばっ、これはちょっと、これちょっとやべえわ。興奮が収まらねえ、これ。なんだこれ、このドーナツみたいなのなんだ、ん、なんだろう、なんかのコイン。あ、この音楽、この BGM は聞いたことがあるぞ。これは何、これも旗、あー、オッケー。旗ね、旗じゃなくて、帽子投げとけ。あー、なるほど、なるほど。はいはいはい。ここにクリボーのマークあるけど、これ当てればなんかあるとか、なんかあるんじゃないの。なんもないっすね。さあ、読んでいこう。読めないっすか。え、なんか書いてるでしょ。あ、書いてる。旅のワンポイントアドバイス。帽子投げホーミング。帽子を投げるときに、さらにジョイコン振ってホーミング。へぇ、なに、そんなことできんの。お、すげえ、おぉ、あ、なになに、お、すごい、これ革命的ですよ。お、すごい、これは革命ですわ。革命、大革命。え、もうこれさ、連続振り、あ、なるほど、あー、あー、これ手前は、あ、手前はない。うわー、ちょっとワンワン怖すぎ。ワンワン、何これ、ワンワンも乗っ取れるんじゃないの。ワンワンも乗っ取っていくよ。引いて離すとぶっ飛ぶ。うーってーん、どこにかな、どこに、これぶっ壊せばいいの。あら、オッケーオッケー、任せな。ちゃーっと危ねえ、怖い。あ、で先に多分ね、こっちもねぶっ壊せばなんかあると思うんですよ。はい、それだけ。あ、まあここもぶっ壊すか。うーってーん、オッケー、これが初めてのパワームーンってやつか。はい、
いやこれさすごいよ、これは楽しい。いやマジで面白い。いや久々になんかこういうゲームで楽しいと思ったわマジで。最近てかなんと本当にスプラトゥーンしかやってなかったから、ずっと他のゲーム全くやってなくて、もうなんかやばい超楽しいわ。いや任天堂すごいわ本当。滝の上のグランドムーン、何グいろんなムーンがあるのね。グランドムーン、なんか金のワンワンいたけどパワームーンを手に入れたね。おお、いろんな、よし行くぞ。はい、さあどこだ。あった。あこれさ船どういうこと。あこれが何、あのマリオデッセイの船か、なんか PV で見たぞ。オッケー、はい、おお、なんだ。あ何、あパワームーンをもっと集めろっていうね。オッケー任せな、あのボスぶっ倒せばいいんだろ。わかるぜ、ナナトにはそんなのお見通しやぜ。さあどこっすかね、あここなんかファイヤーになりたいんだけど、ファイヤーないっすか、まだ出ないか。あこれ、あ待って、いや絶対今鳥キャプチャーできたでしょ。鳥キャプチャーできたよ。てかこれちょっと設定でさ、感度をね上げたいな、操作設定。あゆっくり早い、オッケーオッケー、よし、これで設定とりあえず変えた。は感度とジャイロの感度も上げたんで。ジャイロってあんのこれ、わかんないな、ジャイロ。まあいいや。あ待って、これ鳥キャプチャーできんでしょ、わかってるよ、できませんでした。なんかワンワンいっぱいいるね。えとりあえずあのデカワンワンをどうにかしろってことなのかな。まあいいや、とりあえずデカワンワンキャプチャーして、キャー、ちょっと待ってくれ。はい、デカワンワンゲッチュー、いやーってやってやってやって、デカワンワン任せろい。オッケー、あとぶっ壊すのない。あーなんかあるね、こいつとりあえずキャプチャーしてって、あぶねえ。さあデカワンワンで、えい、あムー、あらこんな感じで落ちてんだ。これなんかスーパーマリオサンシャインみたいやん、壁の岩を壊したら。あそういう感じ。これもうなんかマリオサンシャインとかねやってた世代の人にはたまんねえよ、これマジでたまんねえぜ本当に。もうなあとね、ほんと泣きながら小学校の頃マリオサンシャインクリアしてたからね。これ何、なんかスピンとかあるのかな、ちょっと読んでいろいろですよ。回転投げどうやってやるんですか。ジョイコンを横に振ると、横、ああれこう、おお、ありゃまあ楽しい、こりゃ楽しいぜ。え待って、あいろんな投げ方ある、そしたら、あ俺は見つけてしまったぞ。もうマリオですよ、俺もうスペシャルですよこれ。はい、あ横に振る、あ横に振るよ、待って待って、あーこれ無限に出てくるやつだ。あーあさあ初めて死にました、あるあるですね。あ何コイン、あなるほどね、これ死んだらコインが減るパターンね。でも俺はこういうね、もう慣れてきたんで、こうやって、さあオッケー、もう行くよ。無限に出てくる敵やちょっと、もうこれで、あここを通っ、あちょっと、あってこれ結構、あなるほど、これもあるわ、マリオサンシャインと同じだ。あオッケー、こういうのもね、こうやってこれをうまく使っていくことによって、オッケー、さあ任せな、ナナトに任せない。オッケー、バッコリぶっ壊していく、ワン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 、トゥン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 。さあこの紫のコイン集めたら何かあんのかな、結構あれですね、結構楽しみ。
これは、これはまさか、おい、マジこっちを、え、待って、いきなり死んだんだけど。え、やばっ、これたまんねえや、このゲーム。俺もたまんない、今。とてつもなくたまんない。ちょっと待って。オーケー、オーケー。コインがね、今回、1アップキノコじゃなくて、コインが重要になってくるのか。あ、待って、コイン、あ、くそ。ほい。あそこにあるんだよな。ちょっと、あれ、取りに行きたいな。紫コインがあるから、さあ、これ紫コインをこうやっていくでしょ。なんだ、分かってますよ。はいはいはい、はい、分かってるんですね。いや、ここ隠しでしょ。早速隠しを見つけていく。あれ、これあれ、これ嫌な予感する。え、これどうすんだろう。あ、こう、あ、視点こうもできるやん。あー、なるほどなるほど。こうやって結構、あ、落ちちゃったー、マジかよ。さあ、とりあえずチェックポイントまで来る。さあ、そっからね、こっからワンワン、ちょっとワンワンやめてくれ。さあ、とりあえずワン、なに、これワンワン対決すればいいのか。あ、違うの、こっちのワンワンにやって、で、このワンワン避けつつ、これをバッコリぶっ壊していく。さあ、ここら辺なんかないか。なんもなさそうっすね。さあ、あるかもしれないけど、とりあえずね、ボスを倒しに行きたいんで、今回は。あ、もうボスやん。えい、トゥー。さあ、来たー。さあ、行きますよ。さあ、強そうですね。あの、最初に倒したボス、あれはもうボスとも言わないか。こいつは本物のボスだな。さっきの中ボス的な感じか。パワームーン。この胸につけてんのがパワームーンだ。おとなしくワンワンちゃん、餌になっちまいなって。この金のワンワンとかいるんだね。え、これどうせ金のワンワン乗っ取って倒すとか、そういうパターンでしょ。え、違う、ほら、え、違う、え、やってくれ、お前調子乗んな。あー、ほら、待って、うーっぷーん、はい、任せろ、コインをバッコリ。じゃあ、そんなのは聞いてないぞ。おい、あー、なるほどね。あれをさ、とりあえず、オッケー、任せろ。任せろ。ほらほら。お前、スタミナ全然ねえじゃねえか。やっぱりデブーですね。デブー。パズみてえだ。あー、ほら、デブーめっちゃ激おこやん。デブーめっちゃ激おこやん。ちゃんとカルシウム取ってますか。カルシウム取んないと、あー、ちょっとデブーちょっとお怒りのようですね。ちょっとデブーお怒りしたら結構強いんですけど、まずは逃げることを優先すればいいんですね。分かってきました。はい、逃げる逃げる。おいおい、おデブー、おデブーからのブーやっていく。楽しすぎー楽しい。いやいや、ボス戦結構楽しいんだけど、結構楽しい、アクション性が深いっす。よっしゃー、いや、まず最初のボスだ、クリアしていく。ちょっとこれ、何これ。えい、よっしゃ。お、あ、なるほど、これなんかスペシャルなパワームーン的な感じかな。ゲーゲー、滝の上の、あ、グランドムーン。なるほど。いいっすね。順調ですわ、本当に。よし、これであれでしょ、この船を移動できる。いやー、グランドムーンを手に入れたね。よし、行くぜ。パワームーン3つ分の、あ、なるほど、これで OK。 はい、さあ、これで船が動くんですかね。おおおお、あ、紫の子いっぱいいるね、見渡したら。おっしゃー、オデッセイ号が復活していく。やったー、やったーなのか分かんないけど、とりあえず嬉しいなんか分かんないけど。いやいや、ゲームってやっぱこの達成感がいいよね。もうほんと小学校の頃からこれがよく好きだった、この達成感が。さあ、これで助けに行けるのか、ピーチ姫と、あの、このお化けの名前忘れちゃった。さあ、いいよ、船長。
砂の国、あ、さっきの帽子の国ってとこだったんだよね。さあ砂の国へレッツラゴーしていく。おお、お、すげえ。いやもうワクワクすぞ、おら。マジでワクワクが止まらねえぜ。やっぱこれじゃんなの、これやっぱ新作ゲームやるときってさ、もう本当にやばいよね。なんかこのワクワク、これたまんねえや。本当ゲーム好きの人ならわかると思うけど、特に楽しみにしてたゲームはね、本当やばい。お、なに、船長のときは帽子が違うのか。いいっすね。よっしゃー、やべえ、めっちゃ楽しい。よお、お、お、なんだなんだこれ。船の中とかも、なんか船の中カスタマイズできるって聞いたんだよね。こうそういう要素も。いや本当改めて言うけど画質が綺麗マジで。お、ここは船の中、クッパ、そう、怪物、ずっと怪物って言ってたかな、クッパの。 OK、 旅のワンポイント。あ、ヒップ、もう知ってるよ、さっきやってるから。ナナとちゃんとね、ほとんどのマリオやってますからね。敵はブロック、あー、 OK、 OK、 ジャンプ中に ZL、 OK、アクションガイド、オッケー。アクションガイドとかあんだ。というのは、あの、まあ、これはちょっと後で見ますね。とりあえずね、視聴者におすすめしたいのは、まだ、なんと、今、ジョイコンでやってんだけど、ジョイコン以外使ってないんだけど、ジョイコンが多分いいと思う。なんかこう、すごい、体感的に帽子投げれるから、本当に。ジョイコンおすすめ。さあ、文字通り砂だらけではすごく暑そう。大きな指輪、結婚指輪が有名なんだって。へえ、へえ。さあ行くぞってことで、どうしよう、もう今回ちょっとパート1ってことなので、今回はねちょっと砂の国に来て一回終わりにしようかなってことで、皆さん、スーパーマリオデッセイ新シリーズ、ゲーム実況新シリーズね、7とスプラトゥーン追加のゲーム実況ね、結構いや、あんまやんないんだけど、ちょっと あっちにのと、まあ、この次はねパート2ここをやっていくんで、ぜひ楽しみにしておいてくださいということで、パート1最後まで見てくれてありがとうございます。次も楽しみにしててね。バイバイ。はい、最後まで見てくれてありがとうございます。もしこの動画気に入っていただけたなら、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。あとツイッターもやっているので、ぜひ概要欄のリンクからフォローお願いします。それじゃあね、バイバイ、ナナトでした。また見てね、バイバイ。